クリストファー・カロザースは、明治時代のアメリカ人来日宣教師。カラゾルス、クリストファ・ー・カラゾルスと表記されることが多い。1839年に、アメリカ合衆国オハイオ州に、アイルランド系移民の農場経営者父、ジョージ・カロザースと、母・アンセの間に生まれる。家族は、ノッティンガム長老協会に所属していた。1862年に、 ペンシルベニア州ワシントンにある長老協会系のワシントン大学に入学した。1865年にカナダのキングストンにあるカナダ長老のクイーンズカレッジに入学した。1867年にクイーンズ大学を卒業してシカゴ長老派見学校に入学した。1869年に神学校を卒業すると、 同時に、神学校の親友イーコーンズの推薦で宣教師に任命された。晩年のジュリア1869年、ジュリア・ドッチと結婚して、7月27日に横浜に上陸した。カロザースは、横浜居留地39番の長老教会宣教師館に住み、ヘボン塾の手伝いを始めた。ディビット・タムソン、コーンズ、カロザースは、築地屋戦争時を見学して、 大学南校の教頭であったグイドフルベッキを訪ねて意見を聞いた。その結果在日ミッションの拠点を東京に置くことを決めてカロザースが管理者に任命された。カロザース夫妻はヘボンと共に築地の南小田原町に住んだ。そして築地で英語塾を始めた。その中にはジョン万次郎の弟子伊沢修二もいた。 1871年2月に、ジュリア夫人は、体調不良のために、アメリカに一時帰国し、事故死した、コーンズ遺人のハリーを、本国の祖父のもとに送り届けた。ジュリアは帰国中に、女子教育に献身する使命を持った。1872年4月3日に、明治5年の銀座大火の翌日、カロザース夫妻とタムソンは、築地距離打ち6番の一歳の家財を火事で失った。 そこで、日本橋暴露町の日本旅館に避難し、1ヶ月後築地居留地6番にバラックを建てて戻った。カロザースは、英語塾の教え子で、慶應義塾教師の後藤薪田の圧旋で、慶應義塾の教師として勤め始めた。授業中に聖書を教えたが、福沢諭吉は、咎めることをしなかった。カロザースは、慶應義塾の学科課程の改革に助言して、寺子屋式のカリキュラムを、 アメリカのカレッジ風に変えて入学試験や進級試験を制度化した。1872年9月20日から横浜居留地39番の JC ヘボン邸で在日プロテスタント各教派による第1回在日宣教師会議が開かれて聖書の翻訳、教会の組織、医療事業などが協議された。その会議で SR ブラウンが超教派主義を主張したのに対して ヘボンとカロザースは、教派主義を主張した。1874年に、英語塾を拡大して、新港町に寄宿者付きの英学校を開設した。この学校は、築地大学校もしくは、東京大学とも呼ばれた。カロザースとスコットランド一致長老協会の宣教師4人が、教師陣になった。ウリュー外吉、鈴木薫六、尾崎幸夫、間野文治、戸川康成、 戸田勤堂、増田増造、渡辺信、松本玄太郎、関壁、二郎、石原康太郎、田村直信など後に活躍した優秀な人材が学んだ。1874年10月18日は田村直信など築地大学校の生徒を含む11名で東京第一長老協会を設立して、自らが仮牧師に就任した。また、横浜で、 オランダ改革派協会がブラウン塾を開催して進学研究をしていた。その動きに合わせてアメリカ長老協会でも進学教育を始めるために1875年1月5日に築地居留地6番の街道で築地6番進学校が開校された。教師はカロザースと OM グリーンが務めた。このようにカロザースの築地での活動を中心にできた者の 群れは、築地バンドと呼ばれる。カロザースの妻ジュリアが1874年春に、長老協会フィラデルフィア婦人伝道局に加入して、ジュリアの女子学校は、長老派女学校と呼ばれた。メアリー・パークとケイト・ヤングマンが、長老協会ニューヨーク婦人伝道局の援助の下で、女子寄宿学校を設立した。メアリー・パークは、リビット・タムソンと結婚した。これにより、 二つの女学校は、カロザース側とタムソン側に分かれて、さらに、東京公会と東京第一長老協会の、双方に分かれて、対立関係になった。カロザースは、ジュリアの長老女学校の正当性を主張し、ヤングマンの女学校を閉鎖するように攻め立てた。その頃、タムソン、ミラーの在日ミッション離脱問題も起きたので、ミッションはその事態収集のために、 ウィリアム・インブリーを派遣した。インブリーは在日ミッションの監督をするように派遣されてきたので、カロザースは不自由を感じるようになった。1876年1月4日の築地居留地の東京第一長老協会で、やその役語の問題でインブリーと対立してミッションの辞任を宣言した。カロザースは後に辞任を否定したが、在日ミッションは カロザース辞任を4月4日に決定した。在日ミッションの処分に反対した、チムラゴロ戸田勤道、出口誠田村直信らメンバーが、原種明邸に集まって、カロザースを仮牧師とする日本独立長老協会を設立した。その後、広島英語学校の教師になり、大和田武樹を教えた。その後、大阪英語学校の教師になったが、 1882年2月にアメリカに帰国した。1887年に再び日本に戻り、神奈川県人城中等学校で教師をする。1895年仙台市の仙台第二高等学校の英語の教師になる。1896年2月11日期限節に不敬事件を起こして排斥運動を起こされ解雇される。その後、アメリカに戻り、 ワシントン州ポートスタンレーの農場の自宅で過ごした。カロザースは晩年にユニテリアン・ユニバーサリズム的に進行に、傾倒した。1921年にワシントン州産不安軍ロペストの自宅で没した。ありがとうございます。